はい、どうも。今日はですね、はい、明日ちょっとうちで、まあ、日本人の駐在の方々が集まってたこ焼きパーティーをやるんだよね、はい、で、いろいろたこ焼きの材料を買ってきたから、せっかくだったら実際エジプトで生活をしていく上でどれくらいの物価水準なのかを、はい、まあ、なんか知ってもらえたらいいんじゃないかなと思って、そうですね、ちょっと今カメラを回してますと、はい、ちょっとまあすでに家にある食材もあるから足らない食材だけ買ってきたんだけど、まあ、それがこちらですと、はい、で、まあ、大体どれくらいの物価なのかっていうところでお伝えをできたらいいんですが、まず紹介していきたいのがビールだね。エジプトで作られてるビール、ステラと、はい、こっちがサカラ。日本で言うと、まあ、キリンビール、エビスみたいな、ちょっとこっちが高級な感じなんだよ。そうなんですね。エジプトってやっぱイスラムの国だからお酒手に入らないみたいな思ってる人たちもいるかもしれないけど、普通にお酒買えるんだよ、はい、しかもそもそもステラもサカラもエジプトで作ってるビールなんだよ。これ輸入ビールじゃなくてエジプト産のビールなの。結構美味しいんですよね。そう、美味しい。ハイネケンとかああいうオランダドイツみたいな。そうだね、さっぱりした感じのビールの味だね、はい、でこのステラの瓶が1本30エジプトポンド、だから日本円で150円。どうなんだろうね、多分結構安いんじゃないかなと思うけど、でこっちがサカラがちょっと高くて、これが50エジプトポンド、日本円でだいたい250円くらい。これは日本と同じような感じの金額かな。これがでも150円は結構安いと思うんだよね。続いて卵はちょっと今ね、最近なんか値上がりしてるらしくて、これ15個で入ってるんだけど、15個入って92エジプトポンド、450円くらい。15個で450円は多分日本より高くない？さすがにもうさ2年以上さ日本に住んでないから、はい、ちょっと今わかんないけど、多分15個で450円とかしないと思うんだよね、はい、これが今のエジプトの価格ですよっていうところね。キャベツ、これは多分安い。これ5キロあるんだけど、5キロで75エジプトポンド、だいたい350円とかくらいかな、はい、あ、でもそんなもんか。日本でもどうですかね。日本でなんか自炊してた？私も日本多分3年ぐらい離れてるんで。あ、そうか、こっちに来る前スペインか、はい、あ、だからお互いもう日本の事情を知らないっていうポンコツが話したいってことね、はい、でも日本と同じくらいかな。こういうでもキャベツなんかもエジプトで作られてるんだよ、だから普通に結構安く買えると思うんだよね。もしかしたら安くないのかもしれないけど、俺の感覚的には5キロで350円くらいはちょっと安いかなって思うんだけど、はい、もし間違ってたらごめんなさい、はい、でモッツァレラチーズ、これが60エジプトポンド、300円くらいだね、はい、あと炭酸水がこれ安いと思う、 7.65 エジプトポンドだから40円くらい。40円だったら多分安いよね。いいですね、安い、うん、炭酸水。もう値段の基準がちょっとよくわからないよね。多分卵とかは多分高いんじゃないかなと思うけど、うん、なんで卵高いんだろうね。なんででしょう ね。なんか急に上がったって言ってましたね、うん、で、あとタコとかも魚介系も結構エジプト普通に手に入るんだよ。このタコが100エジプトポンド、ちっちゃいタコが3つくらいだったよね、これ。そうですね、入って100エジプトポンドだからだいたい500円くらい。これも多分結構安い方じゃないかなと思うかな、はい、結構やっぱレッドシーの方で新鮮な魚が手に入るっていうこともあって、はい、エジプトは結構新鮮な魚介類が安くて手に入るっていうところがあるかな、はい、だいたいこれがエジプトの物価ですよっていうところ。最初エジプトに来たばかりの時は結構外食することが多かったんだけど、最近はもっぱら自炊が多くなったよねあとさ、嬉しいことに日本のクライアントの方がさ、またいろんな食材を持ってきてくれるから、ね、もうそこはもう本当に感謝して、もう一生懸命自炊して、まあ、自炊した方が美味しいんだよね、はい、っていうのはありますよっていうところだね。だいたい今この家がねエジプトポンド安になったおかげで、今ここの家賃がだいたい10万円くらい、電気代と水道代とかが別になってるんだけど、それ使いたい放題みたいになってるんだよ。そうなんですね。そう、どんだけ使っても値段一定ですよみたいな感じで、はい、それが電気水道合わせて2000エジプトポンド、まあ、だから1万円くらい、だから家賃電気水道も全部込み込みで11万円くらいでしょ。自炊をするとだいたい多分1ヶ月の食費でかかってるのが3万4万とかそんな金額だと思う。まあちょっと今回さ、あの日本の駐在の方がいらっしゃってたこ焼きするっていうからいっぱい食材買ったけど、正直別にこんな普段買い込まないから ね、そうですね。だから多分本当にちゃんと計算してないけど、1ヶ月の多分食費って3万とか4万もう下手したらしてないかもしれないっていうところだね。あとウーバーか、でウーバーはちょっとやっぱり交通足で使ってるから頻繁に使ってるけど、まあ、それも安いじゃん。普通に電車に乗る感覚だから多分1ヶ月のウーバーの金額も1万
しないくらいかな、1万とか2万くらいだと思うけど、だから多分トータルで1ヶ月の生活コストって俺の場合だと20万もしてないんじゃないかな、15、6万とかくらいが生活コストのイメージかなっていうところだね。やっぱ安いよね。安いですね。だってまあ何度もお伝えはしてると思うんですけど、この家が175平米の3ベッドルームでしょ、プールあってジムあってとか公園あってとかっていう、まあ、セキュリティガチガチの超高級なコンパウンドですっていう状態で、それで1ヶ月の生活コストが20万かかってないっていうのは、はい、かなり破格に安いんじゃないかなとは思います。はいはい、そんなところですね。そうですね、はい、あとですね、うちの方ではこういったいろんな情報をですね、日々公式の BCG LINE というところで配信はしてます。いろんな海外投資に関するいろんな情報だったりとか、あとは勉強会の案内だったり、個別の無料相談の申し込みだったりなんかも LINE の中でできたりはします。あと資料請求だね、資料請求なんかもできたりはするので、こういった海外投資に興味があるという方はですね、まずはうちの公式の BCG LINE のお友達登録をしてもらえたらと思います。はい、はい、引き続きまたいろんな動画を出していきたいと思いますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。お願いいたします。